米だ米だ米だ一米だ。次はですね、身長は今も伸び続けていますかという。イエーお、これですね、うん、どうなの実際。176センチって公言してたじゃないですか、うん、だいぶ前してたね。で、井口さんが175あるって聞いて、その場にいたんで私が、うん、背比べしたら高かったんです私も。ああそうなんだ。あれこれもしかして76あるんじゃねっていうところからはっきり測ってないんですけど、そっから76って言い続けるようになって、最近妹の病院にお見舞いに行った時に身長計があって、はいはいはい、うん、そう測ったら、うん、4.5 で、え、全然じゃん。そうなんですよ、 1.5 センチもさば読んでて。え、じゃあ井口さんはもっと低いってことじゃない。そうですね、で私が一番高いんで、ほのかさんとも並んで、え、ほのかはみたいな、ほのかいるけど、え、私もって感じになってる。え、私今173なんですよ。あ、3なんですか。そう、でも井口さんと並ぶと井口さんはちょっと大きくて、私も高いって言われるんですけど、ミリ単位なのかな。え、じゃあちょっと今度また井口様と測ってよ、したら判明するじゃん、うん、確かに。え、なんか身体測定みたいなのやりたいですね。やりたい。めっちゃ身長測りたい。170じゃあ 3.5 でしょ今。4.5 です。あ、4.5 3だから4か 3.5 か4か 3.5 かそこら辺か、うんうん、お、これは測る、これは測るべきだ。ないですね、何かあった時に。でかいですよね、最近気づきましたもんね、私自分がでかいって。嘘、みんな同じ目線で話してると思ったら結構みんな首がこうなる。そうだよ、あれと2人だけだよ話せるのは、ほのかとイグ様だけだよ同じ目線になれる。自分と同じ目線と思っちゃいません、うん、気づいたの最近ですもん私、自分がでかいって。え、本当ですよ。私のメンバーについて分かんなかった、分かんなかったです私って結構こんなにでかいんだって思ったのはなんか集合写真の時とか、頭が1個分出てるとか、うん、全然出てるよ。だから AKB さんのコンサートで、うん、出させていただいた時とか歩いてるじゃないですか、で他のメンバーとかバーってめっちゃいて、うん、その中に頭1個分だけ出てるんですよ私だけ。そうだってそれでもあーこんなにでかいんだってうーん思う時は最近ありますね。大丈夫、大丈夫です、大丈夫です。本当OK です。お、うーん、なんか博多にも大きい子いるらしいね。74センチの子がいるみたいで、おー、研究生だから武道館で一緒に会うかもね。そう、会うかもしれないから。そうなんだ、トリプルタワーできるよ、できるよ。イグ様は出ないからさ。そう、あ、でもオワキシャもいるからフォースタワーですよ。オワキシャ何センチあんの結局。え、でも70きそうですよね。70近くあると思う。マジで多分もうやば、成長期だからやっぱ伸びるよね。まだ中3ですよまだ。だってあの顔で恐ろしい。怖い、伸びますね。じゃあ期待ということで、交互期待で。次が6期生の中でお気に入りの子いますかっていうのが、はいだったね。はい、お気に入りの子います。あ、誰ですかズバリ。お気に入りの子っていうか仲いいのが一、うん、人じゃないんですけど、うん、特に仲いいなって思うのは山本優香ちゃん、うん、これが同い年なんですよ。おー、で、あと北川涼葉ちゃん、うん、これは私のこと好きって言ってくれる子で。おー、なるほど。それで私も最初、一番最初目つけてて、目つけててっていうか美人だなと思って。あー、いい意味でね、うん、で、思ってて、で、あとは日高優月は、なんですかね、住んでるところが結構近くみたいで。あー、そうなんだ。そうなんですよ、だからで、話盛り上がって、うん、で、オリとアイサ、うん、オリとアイサは、友達の、私の友達のいとこで、はい、結構近くに行ってて、私のことを知ってたらしくて、はい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 、はい、で北川涼葉は同じ中学校出身だったみたいで、へー、今は違うみたいですけど、そういうのがあるんだね、つながり、5人ものすごい近くて、へー、うん、はい、そうなんだ。そんなね、はい、ゆかちゃんと涼葉も出てきた質問があって、はい、そのマユ、カレ、ミコッティ、ワンちゃん、ウハ、ユカミ、それぞれの関係を一言で表すことができますかっていうのが。できませんよ、違いますもん、それぞれ。じゃあまずは、まあ、マユさんはどんな関係ですか。マユさんはすごい私のことを慕ってくれるというか、うん、なんかすごい好きって言ってくれるんですよ。うん、で私もあすごい仲良くさせていただいてるし、お姉さんみたいな存在っちゃ存在で、うん、だけどあっちはなんかいろんな人っていうか、なんだっけな、誰かにあ、まゆさんの彼氏みたいなこと言われて、あ、彼氏こうやってやってくれて、うん、うん、で遊びに行く約束もしてて、うん、
どっか行きたいねみたいな、あデートみたいな、うん、ご飯食べに行きたいねみたいなことも言われるいいお姉さんみたいな、まあ多分異性として見てるだろうね。嘘、あそれはない、それはない、ない。でもあのジュリナさんにはそういうこと一回言われたことあります。あそうなんだ。おぎりのこと男として見てるからって、いや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 と思って、そういうのありそう、多分冗談だと思いますけど。ああそうなんだね、うん、次はカレンちゃん。カレンは、うん、あの NMB48 の、うん、みたまおちゃんっていう子がいて、あわかる、その子と、その子が私に最初に絡んできてくれて、うん、それでなんで、いやなんかあのコスプレをした時に好きなアニメの、はい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 、そうなんですよ。でコスプレをしてそれに反応してくれて、で仲良くなってコメントをし合う仲になって、うん、でコンサートの AKB さんのリハーサルの時にそのみたまおちゃんがいて、その時にカレンが一緒にいて、そこで一緒に仲良くなって、あ、初めましてみたいな。なるほど。私岩田カレンちゃんのこと知らなくて、はい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 、はい、そっからどんどん仲良くなって、でまたコスプレをした時に、うん、はおぎりみたいな感じで、うん、めっちゃかっこいいとか言って抱きついて、うわぁ、真夏さんや、あ、真夏さん、今オファーとかにしておはようございます、おはようございます。だからそういう感じで、うん、三田と知り合ってからカレンと仲良くなって、今カレンとめっちゃ仲良くて、あなるほどね、カレンともどっか行こうねって話をして、つながりがあるんだね。そうなんですよ。なるほどなるほど。次はミコッティ。ミコッティはあの第2期生オーディションの時に最終審査で一緒になって、うん、そっからめっちゃ仲良くなって、うん、で私が落ちちゃったんですけど、ミコって良かったじゃないですか、うん、で3、4、5と受けて5期で受かって、であの3もいたの？ 3 もいました。え全然知らなかった。3もいて、4もいて、5もいて、すごいね、めっね、しつこい私それで再会、合格して再会したのが、うん、レッスン場で、その、何でしたっけ、私その時多分ね、見た気がする、一緒にいたと思う、なんか、わかんないけど、で、私が、ミコッティが前から来てて、うん、あって顔したんですよ、私が、うん、で、あっちも、あって顔して、覚えてますかって聞いたら、リサって言われて、で、ちょっと仕事に行っちゃったんで、そうそう、言ってた、それ、多分いたわ、バイバイって言って、うん、それで、うん、で、確かお披露目の時の私たちが、うん、リクエストアワーでお披露目したじゃないですか。したね。その時にアドレス交換またして、おー、ミコティが携帯変えちゃったんで、ね、はいはい、連絡が取れなかったんで、はいはい、交換して、でも仲良くなったのは生誕、私が生誕祭初めてやってもらってちょっとしてからの、はい、ミコティがですね、うん、K2 さんのアンダーで真夏さんのポジションに出るときに、うんうんうん、そうなんですおーってめちゃ反応した真夏さんのポジションに出てるときに、うん、新幹線で、はい、公演の振り分を見てて、うん、それで頑張ってねみたいなメールをしてるときに、そっから仲良くなり始めた。結構仲良くなり始めたっていうか、遅いんだ意外と。結構その時私なんて話しかけていいか分かんなくて、やっぱり壁があったから、ずっと、はいはいはい、まあね、一応後輩だしみたいなね、うん、そう、うん、先輩だからどうしたらいいんだろうみたいなことを思ってて、うん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 、でミコッティもそういう風に思ってたみたいで、どう接していいんだろうみたいな、うん、私は別に普通でもいいんだけどみたいな。そうだったんだ。 そんなきっかけがあったんですね、うん、今ではめっちゃ仲いいみたいな、大の仲良しでね、大親友ですね。お、次はワンちゃん、アサナさん、お姉ちゃん、めっちゃお姉ちゃん、普通に兄弟みたいな、うん、姉妹みたいな、一緒、うんうんうん、いつも一緒にいますもん。だってそうだね、結構一緒にいるよね、うん、朝ちーって呼んでる最近。何それ、なんか6期生の誰かか、誰かが、あ、違う違う、ツーとかが言ってた。あ、そうなんですか。そうそうそう、分かんないけど、なんかの、なんでだっけ、エゴちゃんとかも言ってたかな、なんか分かんないけど、そうで、朝ちーって言ってるから、みんなが、あ、朝ちーって呼ぶ、呼ぶし、なんか最近なんかあっちも、もう全然タメ語でいいよって言うから、うん、タメ語で話して、だからずっと一緒に、本当にご飯も行くし、服も一緒に買いに行くし、うん、ずっと一緒にいる、ホテルの部屋一緒だったし、めっちゃ仲良いし。そっか、そ、犬でか奥義の中ペアになること多いもんね。そうそうそう、めっちゃ多いですね。リョウハは、リョウハは、うん、後輩なんかでもすごい好きって言ってくれて、うん、なんで私がいいんだろうと思って、そしたら宮沢沙耶さんとか好きで、あ、かっこいい子が好きなんだみたいで、なるほど、
で、うん、多少のことも好きみたいな、おーしくて、いいね、めっちゃメール来ますよ、嘘、おひなさんおはようございます、体調大丈夫ですかとか、え、なんかさ昔のさ、はい、七子とかみたいだね、タイプ、あー確かに七子めっちゃ最初しつこかったよ、多分マキコさんとかに、だって泣いてましたもんね、マキコさんの一言かなんかで、そう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 、めっちゃ面白かった、いやそうなんだ、意外だね、うん、え、でもうん、びっくりですよ、おめっちゃ恥ずかしがり屋じゃないですか、うん、でも、かおりさんのカメラ嫌がったって、そう、嫌がったんだって、本当にマジで、え、でも私のカメラめっちゃそう、映ってたじゃん、うん、へって思ったからでもいいんだ、次岩手行くときに無理やり映すから、でもあの子結構人見知りなだけで、やっぱ仲良くなったらね、うんうん、まあ、あの時まだ初めてだったし、だって朝野さん今ワンワンって呼ばれてますもん、嘘、うん、めっちゃ仲良くなってる、あ、そうなんだ、うん、まあ、エゴちゃんタイプだよね、本当に、うん、似てる、本当そうだなって思う、すっごい似てる、エゴちゃんも最初だってさ基本カメラ全部逃げてたじゃん、本当に似てるなと思う、うん、多分ああいう風になりますよね、きっとね、次がゆかみちゃん、あ、ゆかみは、ゆかみは井口さんと仲いいじゃないですか、うん、そうだね、もともとね、地元が一緒みたいな、うんうんうん、で、私はなんか いろんな人にゆかみめっちゃ似てるって言われるんですよ、入った当初の私に、あ、そうなんだ、公式のプロフィールの写真もすごい似てたみたいで、うん、でも言われてたね、確かに、うんうん、で、私も、うん、似てるなと思って、で2とかもすごいリサに似てるみたいな、あー言ってた、2めっちゃ似てるんだと思って、そっからまず勝手に親近感が湧いて、あ、自分の中でね、そう、うん、で井口さんで、私も井口さんと仲いいから、うん、井口さんと仲いいんだ、はーと思って勝手に親近感湧いて、はい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 、おいおいって話しかけたりとかして、うん、でホテルもこの前一緒で、うん、1週間ずっと一緒の部屋で、そっからもうずっとなんか仲いいしっていう、なるほどね、結構人と仲良くなるのが早い方かなと思います。じゃあ6期生と距離を縮めてください、ぜひぜひ、うん、はい、頑張ります、お願いします。次はですね、身長以外にここを見てほしいというポイントがある、あります、はい、っていう言いつつ、うん、あるかなとか、でも身長だけだとやっぱりほのかさんも井口さんもあるから、うん、なんだろうな、とりあえず、うん、でかいからプロレスラーみたいって言われるんですよ、はい、女子プロレスラーにいそうだよね、でも女子プロ行ってたらさ絶対強いよ、女子プロの人らの中でもさ170とかいないじゃん、だったら、え、いないですか、いなさそうじゃない、あーでも横にも大きいからさ、うん、背低くて、でもこれでも横もでかかったら本当強いと思う、あー確かに、うん、でも私結構なよなよしてるから結構ふにゃふにゃですよ、ダンスとかもふにゃふにゃ、いや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 、だから、うん、見てほしいって言うんだったら、うん、MC かな、うーん、結構しゃべ、おしゃべり、はい、そこを注目していただいて、うん、今だったね恋のプランと、うん、あとはですね、スカートひらり前がね2個あるから、全部出てるから、うん、そちらの方はじゃあ見てほしいということで、見てほしいです。